おはようございます。今日はね、今ね、今ブリが、いいの入ってきてるんで、ブリを今おろしてちょっと4分の1ずつにして、仕込もうと思ってやっています。まあブリのね、切りながらね、ちょっと昨日はちょっとお客さんとね話してて、あ、なるほど、ちょっと質問が来たんですよ。なるほど、あ、そういう考え方かっていうのがあったんで、これなちょっと軽く話してみようかなと思います。まあね、シメサバはね、何のためにするのかとかっていう、そのアニサキス、簡単に言えばね、シメサバはアニサキスをやっつけたり、そういうためにの調理方法なんですかとかっていう風な質問を受けたんですよ。単純にね、あ、そうかそうか、そういう発想があったのかと。シメサバを作るのはアニサキスのね、食中毒を未然に防ぐためにシメサバ処理をしたと捉えてる。あ、これはね、結構怖いなと思って、ちょっと動画にしてみました。まあ喋りながらね、今作業してんですけど、簡単に言えば、酢とか、塩で締めたぐらいじゃ、アニサキスは死なないんですよ。で、もともと、締めサバってね、じゃあどっから始まったかっていう、昔から言われてる語源っていうかね、始まりは、もともと塩締めだったんですよ。京都に日本海で獲れたこうサバをね、京都に運ぶために、江戸時代の頃ね、そのために塩漬けをしたサバを日本海から京都に運んだんですよね。その締めた、こうし締めた、あ、塩だったんですよ、うん。まあ塩の道とかっていう長野の方にもありますけど、まあ、海産物をね、顔に沿って、行くっていうのもありますが、まあ基本的に、そういうのもあるんですが、締めサバっていうのは、日本海で獲れたサバを塩にして京都に持っていくっていう、まあ、歴史的な背景があって、それで締めた、塩で締めたサバっていう意味だったんですよね。なら、結局ね、そこにはアニサキスをね、やっつけるために塩にしたとか、そういうことじゃないんですよ。このアニサキスで、よく当たるっていうのは、まあ、経験則であって、そのために、スズミを巣で締めたとか、そういう処理をしたっていうわけじゃないんですね。だからそこがね、全然違ってて、だからアニサキスっていうのはこう、日本海とか北海道とか向こうにいるアニサキスの強さ、まあ生態の行動と太平洋側にいるアニサキスの生態の行動は全く違うんですよ。だから人間に、胃袋で食い破るとかっていうのは、ね、それはもう大変なことなんですけど、だからといって、じゃあ、それはね、全部の、地域のアニサキスがそんな活発に動くのかっていうと、またちょっと違うんですよね、それはね。で、あと一つね、アニサキス中毒って、よく中毒っていうなってるんでね、よく聞かれるのが、アニサキス単体で、アニサキスを、こう、魚からね、取ればね、大丈夫なのってよく聞かれるんだけど、当たり前なんですよ。アニサキス自体が生物なんで、別に、バイ菌を撒き散らしてる、ハエとかね、そういうものとは全く違うんですよ。アニサキスは生物なんですよ。だから、そのアニサキスが、こうね、
生き物っていう感覚だから、変な話アニサキス食べれるんですよ。変な話ね。だから食いつかれてこうびっくりした体がね、うん、で、あのアレルギー反応、まあ、あの何人かお客さんにいらっしゃるんですよ。あの蕎麦屋さんでね、うん、しめ蕎麦食べて当たっちゃって、でそれがアニサキスだったと。で、胃カメラ飲んでアニサキスがいてそれだったと。ところが体がそれでねビビっちゃって、もうあの大好きだったしめ鯖、青身魚を食べ口に入った段階で帯状疱疹が出始めたと。もうですね、アレルそうなってくるとアレルギー反応なんですよ。だからね、そうなるとかわいそうなのね、せっかく美味しいもの食べれなくなっちゃうんで、まあその辺はね、あのどう言ったんだろう、こう新しくていいものを提供するのはそのまあその道のプロのところに行けばね問題なく、で怖かったらアニサキスは加熱調理すれば全然問題ないんで、ただ加熱調理するときにさっと煮たぐらいじゃアニサキスは死にませんから、ちゃんとしっかりと火を入れると、あのさっと煮るのは美味しいんだけども、魚の中にの芯に入っている場合ですね、そのくらいの熱で死にませんから、しっかりとね、あの火に入れる、これは完璧ですから。あのアニサキス、簡単に言えばアニサキスって結局生物なんで、タンパクなんです。タンパクが凝固すれば死んじゃうんで、だからそういうことでね、調理すれば問題ない。ただ生きてるアニサキスはむちゃむちゃ硬い、強いんで、普通にね包丁でもね切れないぐらい硬いんですよ。だからその辺もねちょっと頭に入れながら、ね、調理をするといいと思います。アニサキスは弾けばね全然食べる分には全然その魚問題ないし、そんな感じですね。それでは、また明日よろしくです。